31日スイスイスマイル水曜日20時を回ったところ、淀川区東三国からお届けします FM 姫を電波ジャック、パンクラックで電波ジャック、 DJ は丸亀製麺ってね、香川県さぬきうどんの本場はね、丸亀市とはね全く関係がないことを知ってねショックでありますね。さぬきにね製麺所がないってね知らんかったっすわ。それを聞いてさらにショックショックね、ショックバージンショック国運です、よろしくね。ねさらにねまたねなんていうのかな、大阪名物伝統の味ね、それ歌っております、串カツ田中ね、これ東京発祥ってなんやねんとね、バージンショックしまくりですけどもね、やっぱりねなんちゅうの、その儲からなくてもね、やっぱりそういうなんか偽ったような偽ってるやんいいんかもしれんけど、ちょっとな俺にはなんか偽り見えるね、なんかね偽りのない人生の方が俺には美しく思いますけどもね、ね思いませんか吉田がね、キスミレトリで電波ジャック、バッドザッドガール、we'll be right back.
Kiss Me Little で Bop That Girl、 ザ、フロッピーピンキーズでアウタースペースでした。先週もね、フロッピーピンキーズをオンエアしましたけどもね、今週もオンエアパワープレイということでね、今週末ですよ、6月3日土曜日、心斎橋キングコブラですね、ビートパレードギグスボリューム3大阪編、開演中か会場中か18時ですね。前売りは2500円、当日3000円です。ワンドリンク別になってますね。出演はね、今オンエアしましたザ・フロッピーピンキーズね、そして我らがキャプテンフック、そしてね、元ニューエストモデルのねリズム隊ですよね、高木君とベンさんが所属しておりますザ・ラガドロップス、そしてザ・チューズデイ、ビア・ピグス、 DJ はアンチ・ビリーとタイゲースね。ラガドロップスね、高木君からメッセージ来ております。ちょっとね読みますよ。いよいよ今週土曜日、ザ・ラガドロップス久々にキンコブでライブです。まだ真っ赤なステージに立てるのが嬉しい。出番はトップバッターの18時30分スタート。周りの先輩たちや仲間が頑張ってくれているおかげで50歳超えてやり始めました、ザ・ラガードロップス。ラティーノ君、呼んでくれてありがとう。コクンクンクンって出ているわ。いつも応援ありがとうね。ガチガチのブルースパンクで答えます、聞かせます、見せます、よろしくということでね。トップバッターなんですね。まあトップの方がいいですよ、あのね高木君飲んだくれるからね。はい、そしてね、まだあるよ、ラガドロップス、ね、福森君ですね、ラティーの山口君、イベントで、久しぶりのキンクーラーです。今年はなぜか京都でのライブが多く、大阪では今年初ライブです。気合い入れてやります。ちなみにこの後も大阪でのライブが続きますということでね、6月18日は戦国大統領ですね、で7月9日ナンバメレということで、よろしくですって書いてますわ。です、4649のほんでですですわね。てことでね、もちろんね、俺もね、遊びに行くんですけども、ラガードロップスをね聞かせてもらいに行きますよ。ラガードロップスのね、高木くんにね、ほんま久しぶりに会いたいとも思っとるし、キャプテンフックのねセイさんとかね、マーチケンにも会いたいね。会場でね会える方、いつものように乾杯よろしくです。高木くんほんまね、あんまり酔いすぎないようにしてくださいよ。酔いちくれベーシストね、まあそこがいいんですけどね、落とし物とかしないようにしてください。ヘルシースマイルパンクロックイエーイということでございまして、皆さんこんばんは。北新地パラドックスというお店やっております、カッチンと申しますが、ザ・フライングパンツというバンドもやっております。ですね、なんか国軍の方から店の方の、宣伝を、してあげるので、なんか録音しておくれということでございまして、今喋らしとる、喋らしてもうとる次第でございますが、北新地パラドックス、北新地本通りのど真ん中にございまして、新地で一番汚い、ショットバーでございますが、この度20周年ということでね、20年なんとか、頑張らせていただきまして、そんなこんなで、ここなんかにもお世話になっておりましてですね、まあ宣伝しとるわけでございますが、まあ新地本通りど真ん中、カニ道楽の右斜め前の2階ということでございまして、まあそんなこんなでございます。なかなかパンクの人なんかはなかなか北新地歩くことないと思いますが、ちょっと新地行ってくねえ言うて、友達と言うてうち来てもうたら、なんかあの人セレブやなという感じでございます。飲んちゃいますかみたいなこと言うてますが、ほな、まあそんなこんなでございまして、ここ、どうもありがとうございました。中華、あんた、ツイッターのアカウントの名前が、えぐい名前に変わっとったよ。私はほんまね、恥ずかしいがな。
ということで、ククンのツイッターのアカウントはなんか面白い名前になってましてびっくりした次第のカッチンでございました。ということで北新地パラドックス、よろしくお願いいたします。あ、ザ・フライングパンツというバンドもよろしくお願いいたします。ほな来てくれへんかったらカムで
君だけじゃない、でバリバリナイスボーイ、ワクチン5で伝説のドライブ、そしてみんなも大好きなザ・フライングパンツで紫のパンツでした。いいよね。なんちゅう歌詞やねんね、ほんま何考えてんねカッチン。まあね、はい、カッチン3連発でしたけどね、まあカッチンとね知り合った頃はね、やカッチンはねショットガンマリッジでしたね。そしてね、このバリバリナイスボーイのね、そのシートですけどね、買いました。俺はね、なんちゅうふざけた男やのに、メロディーのね、いい、かっこいい曲作るんやなと思ったね。このロックンロール最高やな思って。でね、ヘルシースマイルパンクロック、ボリューム1の方のね、オムニバスに収録したいって思ってね、カッチンに参加してって言ったんですけど、カッチンはね、なんとすんなり OK ですわ。ね。感謝してますよね。でね、あ、これね、だから俺そのシート持ってたんやけどね、仮パチされたんよ誰かにね。ほんまにジャケットとかも覚えてんやけどね、誰に貸したか分からへんね、ほんま。はい、返しやね。はい、それとね、前にもねラジオで言ったかもしれないんですけども、カッチンね、パンクの伝説のライブハウスね、エッグプラントで働いたんですよ昔ね。なんていうのかな、それでね、その頃ね、うちの家の近所に住んでたんですよ。そう、近鉄南大阪線のね、恥の里っていう駅なんですけどね。んで、まあまあ、カッチンはその頃、まあ、大阪芸大やったんかな。もう卒業してたんかな。まあ、その辺やったね。だからね、うちの息子ね、高翔もね、カッチンの後輩ですよね。ドーベルマンのね、今一緒に俺とやってますマイチックスオーデバンドに参加してくれてるね、ケンちゃんもね、カッチの後輩なんですよね。芸大生ですね。でね、
ツイッターで最近さ、なんか俺がその古田新太さん似てるっていうのはよく上がってますけどもね、その古田新太さんもこっちの後輩やね。うん、だからどっかで繋がってんちゃうかなとか思うんやけどもね。ね、あ、俺の連れでね、今はね、ワービー&サービーっていうバンドやってるね、ボーカルのね、元サウスウェストラウジーズのね、ミートンっていうやつもね、大阪芸大ですよ。ね、花秋とね、学科が一緒だったんですね。うん。在籍当時、なんか花秋の話をしてましたわ。ね、そのワービー&サービーね、今度ね、マイチックスと一緒です。8月20日日曜日ですね。キングコブラで共演ですよ。詳細はね、まあまあまあ、後日ですけどもね。ちゅうかね、カチン、肝心な情報を言わんかったね。うん。6月6日にね、初めて還暦を迎えるって初めて決まってるやんかね。カチンね。カチのバーの方ね、パラドックスの方なんですけど、20周年ですか？営業時間はね、21時半ぐらいですかね。うん。ほんでね、5時半、始発まで、やるらしいですけどもね。うん。で、休みは日曜日。まあ、日月連休の時は月曜日休みって書いてますね。書いてますって、これ、勝ちに聞いたんよ。勝ちに時間分からんかったら分からへんやん、行かれへんやん、言うたら、これ送ってきてんけどね。まあ、そういうこっちゃね。俺はね、6月の2日金曜日にね、行こう思ってるんですけどもね。まあまあ、一緒に行ける方。一緒にね、お祝いしようって皆さんはね、いましたら、DM ください。DM の方に連絡ください。ね、手紙でもいいですけど、ちょっと時間かかるからね。まあ一緒に行きませんか？うん。金曜日。今週金曜日ですよ。6月3日はね、俺、あかんねん。666ね、3ホール行かなかん。ね、ダンスマガブラやりますからね。そっち行きます。チェリーさんの方の企画ね。はい、カッチンごめんね。6月2日に行きますからね。はい。ということで、お次ですけどもね。俺、ロッキンバックホラーショーバンドっていうのに参加してんねんけどね。まあ、要はロッキーホラーショーですよね。そこのね、ギターのね、カジっていうのがおんねんけどね。なんとね、6月4日日曜日にね、三宮に来るということでね、こういうのお便りをもう取りますけども、お便りのね、後に、カジのナンバーでね、神様によろしくをお届けします。では、カジ、どうぞ。ヘルスのパンクをお聞きの皆さん、こんばんは。弾き語りシンガーのカジです。6月4日に、三宮のレッツマンというバーで弾き語りのスリーマンをやります。時間は19時オープン、19時半スタートで、僕と U3 セムのギターの剛さんと中庭さんというかっこいい人たちとやるので、ぜひお時間あればよろしくお願いします。いい歌といいお酒でお迎えするので、素敵な夜にしましょう。よろしくお願いします。カジでした。
がもし今日死んでしまうなら神様によろしく。梶原隆史、神様によろしく。そしてね、元期待で切なき雨音でした。ね、神様によろしくもいい歌やね、うん、これね、結構ロッキンバックホラーショーで
たまにやってますけど、ベース俺じゃないけどね、ちゃう人が弾いてますけどね、モミーっていうやつが弾いてますわ、それ俺弾いてないですわね。はい、あのロッキンバックフラッシュもね、今年は10月やったかな、10月にあるからね、もしよかったら来てください。チキンジョージやりますね、これもいいよ、なかなかね、なんかちょっとバケモンみたいなやついっぱいおるけどねまあ気にしないで来てくださいね。はい、それとね、元機体中間元機ね、最も鋭く輝くって書いてね、元機なんですけどね、知らず知らずねメンバーですけども、なあのね元機とねカジってね弾き語りでよく共演するみたいなんでね、まあ俺ね、まあ両方とも仲良しなんでね、すごく嬉しいですね。でね、あの6月4日は三宮のライブの方は剛と一緒っていうことでね、さらに嬉しいことですよ、これ剛ね、244って書いて剛なんですけどね、はい、剛はね、あのこの間キングコブラでね共演しました。マジックスは、あのマジックスじゃない、あマジックスか、マジックスと大通りバンドと共演しましたけどもね、ネイキッドキングスヒップスのねギターでね、結果ファンの人は多分ね喋ったと思うんですけどね、あのこの間キンコブラでね I love you さよならをね、あのアカペラで歌っとったやつ、ちょっとだけね歌ってたやつなんですけどもね、すごいチェッカーズをねリスペクトしてるやつなんですけどもね、あのユースアンセムっていうバンドがほんまのバンドしか、メインのバンドね、そこのギターなんですけどね、まあ今回はね弾き語りということでね出演なんですけども、カジトのね、はい、ということで、それではお次ですけどもね、先週土曜日ね、土曜日に丸亀でねマジックスのライブをやってたんですけどもね、そこにね遊びに来てくれました、なぎさちゃんね、なぎさちゃんがボーカルのバンドザッパー&ロージーね、そこにまあリクエストが来てるんですよ、リクエストがね、これね何のメッセージもなくてザッパー&ロージーリクエスト OOO って書いてあるけどねはい、もうちょっと書けよなんかねまあまあこの音源はねデモ音源なんですけど、ね、なかなかいいですよ、面白かったですわ、うん、あのこのザッパー&ロージーなんですけど、その OO を書きますけどもね、それとこれ岡山から来た渚ちゃんね、ザッパー&ロージー同時ね、そのメンバーの皆さんもね絡んでいたというね、救世しましたね、岡山のブッダのね店主川上さんがね在籍しておりましたね、キャプテンズマーマレードね、サニーデイズも書けようと思ってるんですけどね、ということで2曲続けて電波ジャック、
リクエストですけどね、あのドイロフスキーからコメントありました。岡山の奇跡って言われてますわ、ね、コメントは岡山の奇跡でお願いしますということで、はい、よろしくお願いしますね。もうこの話終わり。日曜日にね、あのね、梅田のクワトロでね、ニューロティカの39周年のライブありましたね。俺はあの前日にね、前日に丸亀ライブやってたんですけどもね、あの丸亀城に行って中村でうどんを食って急行したんですけどね、ほんまね、そのコンピュータさんにも行きたかったんですよ。なっちゅうかにね、また次回のね香川県のライブの時に行こうと思っておりますけども、まあまあ、ほんでね、クワトロにね、ドーベルマンのでね、マイチックスのケンちゃんと一緒に行ったんですけどもね、まあ結構ほんまね楽しみましたよ、あのライブの方はね。うん、なんちゅうの、ファンの方、ニューロティカのファンの方、新しいファン多くなってましたね、なんかね、若いファンがね、行くとっすよね。うん、
箱でね出迎えてくれたええやつっていうのはね、ニューロティカのスタッフのねでかいやつとね、スタッフやってますあのゴーストレイトのねヒロアキですよね。うん、来月ねこのゴーストレイトね7月23日ですね、日曜日にアトランティクスでねニューロティカとツーマンやるっていうんやからね、すごいねこれ、えらいくっちゃうこれということでね、ゴーストレイトでスタンドアップアゲン、ニューロティカで飾らないままに2曲続けて電波ジャック。
あっちゃんからね、10月29日日曜日渋谷街音楽堂ヤオンデロティカのね、あのニューヨーティカの新譜ピエロイズム6月2日金曜日全力発売のポスターですね、それをもらってまして、貼ってくれるところとかねありましたらね、ご連絡ください、俺にね DM ください。それではまた来週もね元気にお会いしましょう。こうし666とかね、666いっぱいね、あのカチン誕生日やしね、ね、ダンマカも久しぶりの復活ということでね、それでは元気に会いましょう。 See you next week。 さようなら、さようなら、さようなら、チャオ。